ランパード、今季終了まで繋げて暫定監督みたいな噂出てます。これ、チェルシーの話かなえ、そんなんするよかったら、継続もあるみたいな誘い方するのいや、ランパードにだってプライドあるでしょ普通になんない方がいいしね。それは、両者にとってね。えー、ブリン君。えー、バートの補強と監督についておい。や、いや、だからもうランパードはもうランパードだからね。うん。強度だみたいな監督だから。 まあ、その時、ランパードはもういいシステムで強度だっていうので、だからね、だから、で、保険に関してはもう、誰取ってこようがいい監督だったり、ちゃんと戦略練ってないとよくないから、まあ、人材揃ってるから、うん、それこそ EL 行ったりとか、なんか残留とか、なんかそれはあるかもしれないけど、まあ、強くなることはないなって感じですね。突き放したように聞こえたらすみません。ですいや、でも、これがサポーターの気持ちなんですね。僕が、だから、これが理解しないといけないところですランパードはもうないだろうっていうふうに思っちゃう。 そういうところの気持ちは大事なんでしょうね。ポーチのポイント誰が良さそう。まあ、上がってる名前の中だとナーゲルスマンが一番いいでしょうけどね。ただ、クラブ自体が内側どうなっちゃってるのかわかんないから。で、トゥエル簡単に切るオーナーがね、サッカー的な見識あるかつと絶対そうじゃないから。であと、新しく入ってるフロントとかをどのぐらいやるのか。でも僕は現状ね、あんだけ金出してるオーナーがすぐに黙るなんて思えないから。 その人が選んでる人たちだからね。だからしばらくは誰になっても時間かかるというか、まあ、投ゲレスマンが一番即効性あるかなと思います。エンリケは戦略的にチーム作る方だから上からサポートがいきついだろうし、まあ。タレント揃ってるバラサーだったらよかったけど、それ以外はね、ローマでも苦しかったし、セルターは徐々に良くしたけど、まあ、ちょっと状況違うしね、中堅以下のクラブだし。で、スペイン代表でもああいう感じになってる。だからその、トットモーーが、最初は誰でも失敗するから、人間ね、基本。そこから学べる人かどうかっていうのが分かんないですよね。 プロレンティーのペースなのか、ミキタニさんなのかみたいなさ。さただ口出す人なのか、自分が口出すことによって出た失敗をちゃんと生かして次にやれる人なのかっていうのは僕はわかんないんで。チェルシーは分かりやすいトップを放出しちゃってるんですよね、ルカクを。ロジャース入ってくんだ、チェルシーね。ロジャースしたら面白いけどな。面白くなくて面白いけど、ね。最近の曜日めちゃくちゃいですか。オビはずっとむっちゃいい。あの、<laughs> いつからってエバートンに移籍したての頃で右サイドやらされたりとかしてよくなかったんだけど、中盤になって、なんていうのかな、こう、 アーセナルで最後の方は突破力すごいけど、得点は決めらんないとかアシストはできないみたいな感じだった。で、エバートに行って苦しいんだけど、そこで、その、頑張るのをベースにできるようになってから、なんかキャラクターがね、本当、だって、曜日ってさ、試合前日にパーティーとかしてさ、なのにベンゲルは甘やかしてさ、普通に、あの、メンバー入れてスタメンだったりとかしてさ、で、活躍しなくてとかやってた選手なんだけど、そんな感じないじゃん。 あれ、おこちゃんの多いなんですよ。おこちゃんって昔のファンの人からしたら知ってかもしれないよ。すごい。ボルトンにいためっちゃさ、足元上手いさ、フィジカルも強い選手で。おこちゃんからファンタジー取って頑張りつけたみたいな選手になってて。ただ、あれなんですよね。本当に、まあ、ランパードにそういうの求めちゃいけないけど、絶対左サイド側に置いた方がいいですね。433だったら左のインサイドハーフなんだよ。ウィングにグレーを置いてて、グレーの内側で仕事させた方がいいけど、ランパードは本当、監督続けられてるのが不思議だもんな、やるサッカーが。 森安さんとかと同じタイプで、ね、相手が格言にな,ってなるとさ、選手たちの質は悪くないからさ、頑張って目線揃えて守ってそこからのカウンターとかでいけるけど、相手と同じぐらいのレベルになったりとかさ、自分たちにいろんなやり方とかがある状態だと何すればいいか分からなくなって一人一人のボール持つ時間長くなるっていう、見守り系監督の典型的な負け方しますよ。で、イオビに関してはライン間で待つ役割と、クローソルールみたいな感じで降りてくる役割とか、ダウンスリーでセンターバックの脇降り、 間かな降りてきてみたいな役割とかやってて。で、最後の PK なんか、イオビが走ったからさ、ボールと、あのー、PK 取れたみたいな感じでね。今のイオビこそ合わせの欲しいタイプだなって思いますけどね。で、それで言うと、ジャカが素晴らしいですよね、今。ジャカが本当に、あの、なんか、そこ頑張る必要あったみたいな、突っ込んでったイエローみたいな、あのね、ジャカっぷり発揮してるとこ以外は、本当にいい選手ですよね。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。ラウソフトボーでした。バイバイ。